ボクシングジムとはボクシング専門のトレーニングジム。ニューヨークにあるグリーソンズジムの内部一般的なトレーニングジムと異なり、サンドバッグなどのボクシングの練習に必要な機器やリングなどが設置してある。ジムごとに指導にあたるトレーナーが所属している場合がある。日本の場合は相撲部屋を参考にしたクラブ制度と呼ばれる独自のシステムが敷かれている。 これはジムが選手を直接所属として抱えるという仕組みである。プロの場合は日本ボクシングコミッションが発行するオーナーライセンスを取得した者がクラブの長としてジムの管理運営に当たっている。プロモーターは工業力を持つジムオーナーが兼任したりプロモーターライセンスを持つジム運営部隊のスタッフが務めたりする場合が多いがプロモーター不在の零細ジムも存在する。なお、 プロモーターについては、事務所属である必要はない。最近では、パブリックジムと呼ばれる、オーナーライセンス保持者が運営していても、選手と所属契約を結ばないジムも現れている。各ジムには、マネージャーも所属しており、ボクサーは所属ジムのマネージャーと契約を結び、各プロモーターの下で興行に出場する。欧米などのボクシング先進国では、マネージャー制度と呼ばれる制度が、 一般的である。この制度下において、マネージャーやプロモーターは、それぞれがジムとは独立しており、ジムは単なる練習場としての機能を持つのみである。そのため一部で自宅をジムに回収する選手も存在する。選手は自らジムを確保した上でさらに、マネージャーと契約を結び、各プロモーターの試合に出場することになる。この時、選手のファイトマネーから一定の割合を、 報酬としているマネージャーは、プロモーターの搾取から、ボクサーの立場を守る役割を担うことになる。クラブ制度においてもマネージャーの役割は同様だが、クラブ制度において、形式的には、マネージャーとプロモーターは分離していても、実質的には、未分離であると言え、一部で問題となることがある。タイでは、ムエタイジムが、ボクシング部門として設置するのが、一般的で、 選手はジムとプロモーターを別々に契約する場合がある。また、ジム名がリングネームにつけられることも多い。通常はプロあるいはアマチュアのボクサーを育成するために設置されるが、近年は健康志向の高まりを受け、フィットネス目的のコースを開講しているジムも増加しつつある。ジムで練習をするには入会金及び、ガツ会費を払って会員になる必要がある。ただし、 控え員向けに体験レッスンを開いているジムも存在する。トレーナーライセンス保持者が所属し、プロテスト合格を目指す練習生とボクサーライセンス給付を受けた選手が、そのトレーナー指導の下で練習を積んでいる。日本の場合、ジムごとにマネージャーライセンス保持者もおり、選手活動のサポートに当たっている。2008年に JBC が女子ボクシングを解禁してからは、 女性会員を受け付けるジムも増加しており、中にはプロコースを女性に限定しているジムも存在する。オリンピック選手をはじめとするアマチュア選手の育成を目的とする。なお、日本の主要大会ではプロ側への配慮もあってかジムではなく企業あるいは学校が所属扱いとなる。中には学校の部活動が練習拠点として活用するケースもある。こちらも2002年に ジャブフが女子を解禁したのに伴い、同様に女性会員を受け付けるジムが増加している。健康維持を目指す者を対象とする。シャドウボクシングやミット打ち、サンドバッグ打ちなどボクシングの動作を利用した運動でダイエットや体力強化などを図る。プロジムがコースを開講している場合、所属選手が練習の合間にインストラクターとして直接指導に当たることもある。 ウィンサン・ハサマ・ボクシング・ジムのボクササイズや競泳ボクシング・ジムのシェープボクシングなどジムごとで名称がつく場合もある。また、選手育成を行わないフィットネスボクシング専門ジムも増えつつある。ボクシング界では、幼年は中学生以下を指す。ボクシングイコール危険のイメージが強く、中学生以下には敬遠されがちだったが、21世紀に、 ハイリトップ選手育成の観点から安全性を重視しながら、幼年より競技に触れさせるべく開校するジムも増加している。中高年の健康増進を目的として開校されているが、最近ではザ・オヤジファイトをはじめとするシニアムケスパーリング大会が行われていることもあり、それを目標としてジムに入会する者も,もいる。日本においては、 プロライセンスを得るためのプロテストを受けるには、日本プロボクシング協会所属のジムに所属しなければ、ならず、アマチュアで競技活動を行うには、日本ボクシング連盟に加盟する企業、高校、大学またはジムに所属しなければならない。しかし三大都市圏以外では、ジェイプバ所属のジムが少ないなどの理由で、ジェイプバ非公認のジムが、プロボクサー志望者を育てテストや試合の時だけ、 いわゆる名義貸しで参加するものもある。また JIP 場に所属するには、1000万円もの高額な、加盟料が必要なことも、それを助長しているとの指摘もある。2004年から、西日本ボクシング協会では、名義貸しに対する罰則規定を設け、それを実施した事務に対して、罰金100万円と事務活動を1年間停止、選手に対しても1年間出場停止を命じることを、決めた。 しかし、これは、西日本協会の、いわゆるローカルルールであり、東日本協会など、他の地域協会は追随することなく、西日本協会でさえ、うやむやにされているのが、現状である。さらに j ェ p b a は、事務会長の継承を事実上世襲しか認めておらず、世襲以外で事務を別の人物が継承する場合、新たに加盟料が再度必要となる。ただし、 世襲以外で事務を継承する人物が、該当事務所属で取得した JBC ライセンスを10年以上保持している場合は、名義変更料として100万円を j イプバニーを納めるのみで継承が可能である。また、現在ある事務が閉鎖する場合、後を継ぐ形で、新事務を登録する、名義売買も、各地方協会の許可があれば、上記とほぼ同様の条件で認められるが、他に、 JBC のライセンスを10年以上の保持者している人物でなければその事務オーナーになれず、また、協会所属の事務オーナー1人以上の推薦人も必要という条件がある。この推薦人については、新規事務が協会加盟金を支払って加盟する場合も同様に必要である。そのため、実際に資金を出した設立者はオーナーの立場になることが多いが、 JBC ライセンスを10年以上保持している事務スタッフがいれば例外的に各協会の特別許可でオーナーとして認められることもある。諸事情により所属事務が活動停止あるいは廃業となった場合新たな所属事務が見つかるまでの救済措置として地域協会預かりの下で活動継続できるが練習拠点が必要となるため当該地域協会加盟事務に入ることになる。 近年、アマチュア向けのジムが増加する一方で、学校及び企業のボクシング部は減少する傾向にある。特に、全国高等学校体育連盟ボクシング専門部の場合、ボクシング部のない高校に在籍する生徒に限り、部活ではないジムで練習していてもそのジムがジャブフに所属していれば、在籍高校からの個人参加扱いで、インターハイなどに出場することも可能であるが、 所属する都道府県交代連にボクシング部有する高校がなければ参加資格が得られない。例えば山口県の場合2008年に沢高校にボクシング部が創設されるまで長らく空白区であったため広島などへ越境入学するか全日本選手権など一般の大会にエントリーしなければならなかった。ありがとうございます。